第93不評連隊のシンデッドライン。初代ラグランダンシャクフィッツロイ・サマセット。ワーテルローの戦いで右腕を失ったバラクラバの戦いはクリミア戦争中の戦いの一つである。ロシア軍のセバストポリ救援部隊がイギリス・フランス・トルコ連合軍がセバストポリ攻略のための足場としていたセバストポリ近郊のバラクラバへ攻撃したことで始まったが 連合軍がロシアの攻撃を防ぎ切って戦いが終わった。この戦いでは3つの構成に名を残す有名な戦闘行動が行われた。これらはいずれもイギリス軍の有望さを示すものとして創作の題材となっている。ロシア軍の攻撃によりトルコ軍が改装しバラクラバ港へ向かう道に残されたのはクライド・ダンジャク・コリン・キャンベル機かの 第93不評連隊550人と少数のトルコ不評及びイギリス海兵隊のみであった。しかし、第93連隊は二列応隊でロシア軍の騎兵による突撃を防いだ。当時の不評の制服の色から、これは新レッドラインとして知られる。このロシア軍騎兵3500人は目標を変更し、スカーレット巡賞率いるイギリス中騎兵旅団600人に、 向かった。しかし、6倍も優勢なロシア軍機兵に対して、イギリス重機兵旅団は逆に突撃し、ロシア軍機兵を崩壊させた。これは、重機兵旅団の突撃と呼ばれている。ロシア砲兵が、連合軍補給路を攻撃できる場所へ展開することを防ぐために、ラグラン男爵フィッツロイ・サマセットは、軽機兵旅団に対して、ロシア砲兵の移動を阻止するよう命令を出した。 しかし、連絡将校、ルイス・ノーラン大尉が命令を誤って伝えたため、第7代カーディガン伯爵ジェームズ・ブルデネル率いる、景気兵旅団673名が、ロシア軍砲兵陣地に、正面から突撃し、死傷者278名という大損害を被った。この突撃は、景気兵旅団の突撃と呼ばれ、無謀ではあるが勇敢であると、 評価されており、数多くの絵画や文学、音楽等の創作の題材となっている。アルフレッド・テニスンも物語しザ・チャージ・オブ・ザ・ライト・ブリゲードで、その勇敢さを称えている。また、1936年と1968年には、同じ題名で映画化されている。イギリスのヘビメタルバンド、アイアン・メイデンは、テニスンの死に着想を得て、明日なき戦いを書いた。 ありがとうございます。